それでは本日お忙しい中、森下先生に猫窓醤油煮祭りにお越しいただきました。森下先生、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではいくつかご質問させていただきます。はい、まずはじめに本日は猫窓醤油祭り3日目となるんですけれども、はい、会場の雰囲気いかがでしたでしょうか。大崎コアホールさんですけれども、いや、こんなに大きい会場とは思いもよらなくてですね、2週間ぐらい前なんですけども、ちょっと将棋連盟の職員さんに、猫窓さんの大会のご挨拶ですけど、猫窓さんでやるんですかねっていう話をしましたら、どうなんですかね、確認しますってことで、猫窓さんじゃなかったみたいですよって言われましてですね、最初はもう20人ぐらいのお子さんで、猫窓さんの会社で朗らかに行われるんだと思っていましたら、いやいや、もう想像をはるかに超えるスケールでちょっとびっくりいたしました。はい、はい、それでは続いて、森下先生自身の子ども大会の思い出などありましたらお聞かせいただけますか。はい、私はですね、実は子ども大会は2回しかやったことがないんですね。一つが、1978年の4月に、東京で行われました小学生名人戦。これは予選は2回勝って突破したんですけども、残念ながら本戦1回戦で負かされてしまいました。ちなみにその方が優勝しちゃいました。まあ、ちょっと納得がいったかなというところがあります。でもう一つなんですけども、こちらは地元福岡のデパートで、やはり1978年の、8月だったんですけども、小学生名人戦ならぬ、子ども名人戦というのがありましてですね、実はその時ですね、私6年生で、5年生だった中田功八段も出ておられたそうです。はい、もう45年も前の話になります。この2回だけが実は私の、子どもだけの大会に出してもらった記憶ですね。はい、はい、そうしました。続いてですね、お子さんで将棋を始める方も増えていると思いますが、はい、これから将棋を始めさせたいと思っている親御さんへアドバイスなどあれば教えてください。そうですね、まあ、これは実は今日のですね、会場でのご挨拶でもお話しさせていただいたんですけども、一番大事なことはお子さんより保護者の方が熱くなってはいけないと、もうこれはもう絶対と言っていいかと思っております。お子さんが将棋をやりたいんだ、やらせてくれないかということだったらですね、まあ、ご家庭の許される範囲で、ご無理のない範囲でですね、ぜひお子さんを応援してあげていただきたいんですけれども、お子さん以上に藤井聡太になるんだお前はというようなことだけは、これはもう絶対やめていただきたいです。お子さん苦しいだけですし、本来楽しいはずの将棋がもう苦しいものになってしまいますので、お子さん以上に熱くなることだけはやめていただきたい。これだけはぜひよろしくお願いいたします。あとはもうですね、お子さんが将棋が好きでやりたいということであれば、温かく見守ってるのが一番大事じゃないかと思いますね。それとちょっと将棋大会でのマナーにもなるんですけども、お子さんが、まあ、騒いでいたりふざけていたりしますとですね、なかなかやっぱり周りの大人は注意しにくいんですね。それで対局が終わった段階で、あんなにふざけちゃダメじゃないか、もっと真面目になきゃダメじゃないか、これはぜひ言っていただきたいんですけども、勝ち負けっていうのはこれもうどうしようもないものですから、一生懸命やったら勝っても負けてもご苦労さん、お疲れさんというふうにお子さんを褒めてあげていただきたいなというふうに思っております。はい、それでは最後に、はい、将棋ファンの皆様へメッセージをお願いいたします。あ、はい、ありがとうございます。実は私今年のですね、秋で棋士になって丸40年になるんですね。40年表彰を受けるんです。で、奨励会に小学校6年生で入会させていただいたんですけども、まあ、花村元司先生の弟子にさせていただきまして、それからもう45年になるんですね。もう気がついてみたらこんなにやってるんだと思いまして、こんなに長い間ですね、将棋で生きてこれて本当に運が良かったな、ありがたかったなというふうに思っております。まあ、私としましては現在、まあ、将棋連盟の理事職を仰せつかっているんですけども、ぜひですね、まあ、多くの皆さんに将棋の魅力を伝えていけたらなというふうに思っております。また私個人なんですけども、やっぱり棋士人生40年一つの節目ではあるんですけども、まあ、加藤一二三先生は棋士人生63年、私57歳ですから、もっと長いこと棋士人生を務めてこられまして、まあ、私の師匠である花村先生は60歳で A級に復帰されているんですね。私もまあぜひ
当面の目標は選手なんですけども、一日でもですね、一年でも長く現役生活ができるように健康に気をつけてですね、将棋ファンの皆様に喜んでいただけるよう頑張っていきたいと思っております。ご声援よろしくお願いいたします。はい、森下先生にお越しいただきました。先生、お忙しい中ありがとうございました。